第42回全日本大学女子駅伝対抗選手権ということで、ここ、仙台市陸上競技場ということで、今1区の選手、石本選手がですね、リラックスしてですね、今スタートを待っているというところです。関西大学、区間エントリーが昨日発表されまして、1区に、ここにいる石本選手、右の選手です。それから2区に大西選手、1年生、最短4キロ、3区に有田選手、3年生で、4区に桐栗選手、怪我から復帰ということで、ここに、配置されました。で、5区エースの前田選手、最長区間です。ここでなんとか順位を上げてと。最後の岩本選手、3年生、去年と同様にアンカーを務めます。関西大学、目標はまずシード、2年連続シードということになっております。非常に、緊張感ある中でも、石松選手は、いい調子だということで笑顔で話してくれました。ゴーカイザーズ。我らが応援会光ありはい、くれない千里峠の磯が丘の空高くだ有田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 ありた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 。岩本風音、一人で神奈川大学
疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。関西大学村本監督です、女子14位ということで、はい、まあ、2時間10分25秒でフィニッシュしましたけど、まず全体通してどうでした今日の戦い。そうですね、なかなか厳しい戦いにはなるなとは思っていた中で、うん、まあ、選手一人一人は力を出し切ったかなという結果と思っております。うんうん、なるほど、わかりました。で、まあ、区間配置としては石松選手を、まあ、1区に起用ということで、はい、まあ、4年生に期待したところもあったと思いますけど、はい、どういう思いでまず石松選手を。そうですね、全日本大学駅伝最後のというところで、うん、まあ、1区で前との差を離されずというところでどれだけ粘ってくれるかなというところには期待しておりました。うん、ちょっと、まあ、暑さのせいもあったのか、ちょっと、順位を上げられず16位というところからスタートしましたけども、この辺は監督さんちょっと予想外だったのかなとも思いますけど、どうでしょうか。うん、まあ、想定内の一番悪いところっていうところだったんで、うん、まあ、それで次の2区がどう走れるかなっていうところはちょっと懸念しておりました。なるほど。で、2区にはまあ大西選手1年生ということで、まあ初駅伝になります、はい、この駅伝で初馬になりますけども、はい、ちょっと思うような力を出せなかったかなというところですけども、どうでしょう。そうですね、区間19位ともうちょっとね、順位を上げてもよかったのかなと思うんですけど、うん、やっぱり駅伝の流れっていうところに、うん、やはり自分の力を出せきれなかった部分はあるかもしれないかなとは、はい、うん、思います。なるほど。で、3区の有田選手で、少し順位を上げたということで、はい、19分57秒ということで12位と、はい、この辺の有田選手の走りというのはどうでしょう、監督さんから見て。そうですね、今練習では調子良かったところは、まあ、力通りを出せたかなというところかなと思います。うんうん、で、その後4区に桐栗選手ということで、本当に怪我もあって、日本インカレや関西女子駅伝も回避してこれに合わせてきました。はい、まあ、ギリギリの状態だったのかなと。どうだったんでしょう、この辺りの。そうですね、もう本人ここで走れるかギリギリの状態というところだったんですけど、うん、まあ、当然ベストの状態ではなかったんですが、うん、体なりの精いっぱいの頑張りを、まあ、チームに伝えてくれたのかなと思います。うん、なるほど。で、5区は、まあ、満を持してといいますか、去年は1区を走ってということだったんですけども、前田選手が走りまして、はい、区間5番の30分12秒、素晴らしい成果でした。どうでした。そうですね、記録的には、まあ、想定通りぐらいというところだったんですけど、まあ、本当は、ね、ここでシード圏内まで押し上げたかったというところだったんですけど、ちょっとシード争いまではなかなか絡めず、はい、まあ、本人的には悔しい走りになっているのかなとは思っております。なるほど。で、前田選手は来月オランダの15キロで選ばれてますけども、はい、この辺あたりの期待度もあると思いますけど、いかがですか。そうですね、まあ、今回も10キロというところなんで、まあ、次は15キロ、うん、まあ、ロードではやはりしっかり、ね、淡々と走れるかなというところの力はありましたので、うん、まあ、この来年のオランダでの何名編ではまた、世界大会にはなりますので、うん、期待しております。なるほど、わかりました。で、最後に岩本選手、去年もね、はい、アンカーを務めたというところで、まあ、ね、経験も買ってというところだったと思いますけど、はい、ちょっと苦しい走りになりました。どうでしょう。そうですね、やはりもう区間順位というところもありますが、うん、まあ、当然最後の勝負を決めるというところで、まあ、区切りの8位なり、まあ、富士山の12位、まあ、関西枠の17位というところを、うん、でどう勝負ができるかなという思ってたところなんですけど、ちょっと残念ながら12位の、はい、富士山シードというところが逃したのがちょっと残念な結果だったかなと思います。そうですね、はい、富士山もちょっとまた記録とかいろんな要素でまた出れるかどうかというところになってきますけども、はい、あと、まあ、村本監督今年からね、はい、前監督の武田監督から後を引き継いだという形で監督になられて、まあ、全日本大学女子駅伝、まあ、初采配といいますか、関西大学では、はい、いかがでした監督業といいますか。そうですね、久しぶりの全日本大学女子駅伝というところで、まあ、うん、私もワクワク楽しみながら、うん、采配を取れたかなと思っております。うん、まあ、だけどこの順位というのはね、やはり自分でも納得できないのは当然ですし、うん、まあ、チームでも当然納得できてないかなというところは、私の力不足かなと思っております。またここからね、来年再来年とまたシードを狙うというところにね、まあ、チーム作りをもう一回立て直してなと思っております。うん、あと、まあ、今後、ね、まあ、どういうふうにこう強化していきたいかみたいな、まあね、シード権獲得したりというところもまたあると思いますけども、どういうふうに考えると。そうですね、まだまだ基礎的な体力なり筋力というところが、うん、まあ、要請必要かなというところはありましたので、まあ、まあ、それに伴ってですけど 5000m の記録はまだまだ出せていない。うん、まあ、まずその 5000m の記録をしっかり出して、まあ、自分に自信をつけて、それで、ね、駅伝に臨まれてやはりシード獲得っていうのは難しいのかなと痛感しました。なるほど、わかりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。キリクル主将です。全日本大学女子駅伝ということでありまして、関西大学、14位フィニッシュと
ということで2時間10分25秒ということで、残念なシード権獲得なりませんでしたけども、4区キリクリ選手走られましたけども、どうしたら、まあ、キャプテンとしてこう全体振り返ってというところで、この結果どう受けようと思ってますか。個人としてはまずその自分がずっと今年入ってからは怪我をしていて、まあ練習がうまくなかなか詰めてない中で、その今回の全日本も10月に入ってから走り始めたってこともあって、まあ自分がチームを引っ張っていけなかったっていうことが、まあ一番ちょっと足を引っ張ってしまったんじゃないかなと思ってます、うん。でまあ、日本インカレとか関西女子駅伝も、まあ、回避して、まあ、なんとかこれに出るようにというところで、まあ、なんとか間に合ってと、で4区に、配置されてと、こうどんな気持ちでした、まあ、今まで悔しさもあったと思いますけど、まあ、その走れない今までその、まあ、大事な2つの試合を、うん、まあ、棄権してまで、まあ、全日本はとりあえず出たいって思ってやってきたんですけど、まあ、その走れるっていうことで、まあ、走れなかったこの分も、まあ、実際に走るのは6人なので走れなかったこの分も、うん、思いも背負って走ろうっていうことで、まあ、そこは走らせてもらったんですけど、やっぱり特に後半は練習不足が出てあんまり上げていけなかったかなって、うん、なるほど、わかりました。で、まあ、3区の有田選手から、まあ、15位で襷を受けました、まあ、どんな思いでこう走っていきましたか。まあ、その自分が4区で、まあ、次が5区の一番最長区間になるので、まあ、その5区の 9.2 までに、まあ、できるだけ前が1で渡してほしいということがあったので、まあ、自分の 4.8 で、まあ、できるだけ、まあ、少しでもちょっと元もらった時点で前と点点点って感じで空いていたので、うん、まあ、ちょっとでも前田が走りやすい位置で渡せたらなというふうに思いながら走ってました、うん。でここ実際 走って、まあ、順位こそちょっと上がらなかったんだけども、どうでしたこの 4.8 キロといいますか。ずっと結構直線が多いコースとアップダウンがずっと続く、うん、基本上り口調のコースだなって感じだったんですけど、まあ、そのずっと直線が続くんで前は割と12番手ぐらいまで見えるけど、まあ、なかなか詰まらず、うん、結構風も強くて、うん、でまあ、自分の足の状態的にちょっと下りを走るのが不安が多かったので、まあ、どちらかというと上りはちょっとまだ欲しかった方かなと思います。でまあ、キリクリ選手にとってはこう全日本大学女子駅伝というのは1年生の時から全て解禁と、特に最後の4年生でキャプテンで迎えた、まあ、いろんな思いをが込み上げてくるのかなと思いますけども、このあたりというのはどうですか。4年連続で走った、やっぱり4年目が一番準備ができてなくて、うん、けど一番思いは強いく迎えた試合だなって思っていて、うん、その特に 4.8 キロっていう自分はどちらかというと短い区間ではあったんですけど、まあ、それでも練習してきたことに比べたら正直 2,3 回ぐらいしかまともにポイント練習ができていなかったので、まあ、その距離に対する不安とか、まあ、本当に後半どうなるかっていうところはあったんですけど、まあ、気持ちで走ったかなっていう。なるほど、分かりました。で、まあ、僕前田選手なんですけども、これ、ね、2年生ということなんですけども、まあ、どんな思いで助けを渡して、まあ、その思いを背負ってということで区間5番で快走を見せて12位まで上げてくれました。改めてどうですか、前田選手という選手。やっぱりそのチーム下級生の時から、まあ、チームを引っ張ってくれていて、でそれは上級生とかその下級生関わらずその、まあ、いい刺激、チームとしてはいい刺激になっていて、まあ、それがすごい相乗効果になったっていうのもあって、まあ、その一番はその日本インカレの結果とか、まあ、その本当にチームにいい影響をもたらしてくれてるんじゃないかなと思います。なるほど、分かりました。でまだこれで終わりじゃないんで、まだ富士山女子駅伝もあります。まあ、最後どういうふうにこう最後締めくくりまで頑張っていきたいか、目標を聞かせてください。今回の全日本大学女子駅伝で代替わりということにはなるんですけど、まあ、自分たちのラスト富士山というのは変わらないので、まあ、その今回の仙台での悔しさを、まあ、リベンジできるようにもう1回2ヶ月間チーム一丸となって頑張っていけたらなと思います。前田選手ですけども関西大学、まあ、14位ということで、まあ、全体ではちょっと悔しい結果になりましたけども、前田選手5区を走ったということですけども、いかがでした実際今日走ってみて。まあ、自分的にはもっとタイムに関してはもうあと20秒ぐらい早いタイムで走りたいなと思っていたし、まあ、それぐらいで走ったら区間
まあ、日本人の中では1位を狙えるかなと思っていたんですけど、まあ、今回はそれよりも大幅にタイムが速い選手がいたので、まあ、最初からの目標タイムから、まあ、自分のレベルの低さを実感しましたし、まあ、それにも届かなかったし、まあ、自分的にも全然いい走りができなくて、まあ、助けを渡されて8位に自分のところで持っていくって思っていたので、まあ、どんな順位であれ自分がっていう気持ちで走ったんですけど、まあ、数歩しか上げれなくて、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。というか、まあ、まあ、20秒ぐらい早くというような話ありましたけど、もう29分台で行くぞみたいな、まあ、それぐらいのこう準備はできてたと、はい、どうでしたその辺は。まあ、1キロの平均タイムを、うん、まあ、計算はして、それをそのペースでの練習、うん、まあ、ベースそのペースのベースのポイントメニューを、うんうん、まあ、やっていたので、まあ、体的にはそのペースを刻めるようにはしていたんですけど、うん、まあ、それよりも、まあ、その1キロ1秒違うだけでも、うん、まあ、9秒はちょっとあるので、うん、まあ、それが積み重なってっていう感じであります、うん、なるほど。で、まあ、この予選である全関西女子駅伝の中ではもう本当に 20%、30% ぐらいしか力出せなかったと、非常に悔しい走りになりましたけども、まあ、それに比べて、まあ、今回というのは1ヶ月ありましたけども、どうですか、まあ、自分の中ではしっかりこう、まあ、成長といいますかできたのかなというところはなんか感じたりしますか。その時よりは、まあ、調子は良かったんですけど、うん、まだ、まあ、自分の中でもう走りの感覚的にもまだ上半身の、上半身がやっぱだいぶ落ちてしまっていたし、下半身の強化もだいぶしないといけないなとも思いましたし、ちょっともっと走り、まあ、結構走りでは追い込んできたつもりだったんですけど、補強の面で、まあ、だいぶおろそかになってしまった部分があったので、まあ、そこが、まあ、体作りっていうところがまあポイントになってくるかなって思いました。なるほど。で、まあね、本当に、まあ、今度、15キロの 来月ですか、15キロで、まあ、オランダに行って走るというところですが、まあ、今後はもうやっぱりこう距離を踏んでいって、まあ、長い距離にも対応できるような形の、まあ、走りを求めていくような形になるかなと思うんですけど、この辺どういうふうに思い描いてますか。全日本駅伝はあったんですけど、うん、その前から、まあ、練習の朝練での距離は、うん、まあ、伸ばしていたし、まあ、15キロのロードレースになってくるので、うん、まあ、クロカンとかも積極的に取り入れて、うんうんうん、アップダウンの練習はして、まあ、駅伝と並行しつつやっていたんですけど、うん、まあ、やっぱ上りと下りがあると自分は結構筋力がないので、うん、そこで力尽きてしまうので、まあ、オランダのロードレースは結構セブンヒルズっていう、うんうん、アップダウンが、うん、7つぐらいの結構大きな坂があるので、もうそこを乗り越えれるぐらいの体作りと走り込みをしていきたいなと思って、うん、なるほど、わかりました。で、ね、まあ、去年は、ね、1年生で1区を走りました。で、まあ、3位で走って非常に悔し涙を流されてたのが印象的だって。去年も実はもう5区走りたかったけども走れなかった。実際今回5区は走れた。その辺でこうなんかこう自分の対策思いというか、5区をようやく走れた。どうでした、5区は。その実際自分で走って、エース区間になってくる区間なので、うん、まあ、走れて嬉しい、あ、まあ、決まった時は走れて嬉しいなって思っていたんですけど、うん、やっぱり強い選手が来るっていうのと、うん、距離が一番長いし主要区間になってくるので、まあ、怖いっていう、まあ、結構大事な区間なので、うん、ワクワクもあったんですけど、まあ、自分がしっかりここで走れないと、まあ、
だいぶ流れが崩れてしまうなっていう恐怖もたくさんあったんですけど、まあ、走ってみてもうまだ全然だなって思った。もう全然すぎてなんか悲しかったです。悲しかった。なるほど。まだまだ上には上がいるしと実感したようなレースになったということですかね。なるほど、分かりました。で、まあ、次ね、本当にあの国際大会もありますし、まだ駅伝も、まあ、富士山女子駅伝まだ分からないですけども、まあ、続いていきます。どういうふうにこう今後、取り組んでいきたいか、目標なんかを最後聞かせてください。と、まあ、国際大会ではやっぱ来年のユニバーシアードに結構関わってくるので、うん、そこでいい結果を残して自分のイメージ作り、うん、でもいいイメージにをつなげて来年に向けて走っていきたいと思ってるし、まあ、ここで、鈴木優香さんが、うん、ダイトの鈴木優香さんがセブンヒルズを走ってとてもいいタイムで走って、うんうんうん、まあ、それがまたオリンピックにつながっていてっていうのはあるんで、はいはい、あそこのコースでしっかり記録を残せると、まあ、結構世界大会とかでも強いって思っているので、まあ、せっかくいい機会を与えてくださっているので、まあ、しっかり結果を残せるようにたくさんの方々にサポートしてもらっているので、うん、その気持ちも背負って走っていきたいなと思っています。チームとしては今富士山に出れるかどうかは分からないんですけど、まあ、残り 数日、まあ、数ヶ月で、まあ、5000の平均タイムをチームの底上げをしていって、まあ、私もまだシーズンベストは全然更新してないので、うん、まあ、自分も更新するのと同時に一人ではないんで駅伝は、まあ、チームの底上げがすごく大事になってくるかなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。